はい、ネイティブインストゥルメンツエモーティブストリングスの解説、こちら第2弾となります。前回ですね、基本的なところを見ていただきましたので、今回はそれを応用して実際にフレーズを打っていきたいと思います。この1トラック目の低音パートはこのまま残しまして、こちら音程だけ打ってある状態ですね。これにですね、まずエモーティブストリングスを立ち上げます。今回はですね、このプリセットの中からこのシャドウハンターズというものを使ってみたいと思います。今これだけですと、どのフレーズを演奏させるかという指定を行っていませんので、自動的にですね、この C0 一番上で演奏されます。あとはこれらに対して演奏を指定していくだけということになります。まず一番最初、こちら C0 で演奏させてみたいので、ここに打ちます。そして次、コードが変わるとこ、こちら D0 ですね、16分のアルペジオフレーズを打ってみましょうか。ですのでここに打つと。そしてまた次展開した時はこう D シャープ0にして、そして最後ですね、10小節目で終わりですので、ここでですね、最後のこの伸ばし E0 を打ちましょう。これで聞いてみていただくとこんな感じですね。で、大体このようにですね、音程とフレーズが決まったら、次サウンド面を詰めていく必要がありますね。今ですね、最も気になるのが、こう音程変化の部分。どうしてもこうブツッと途切れてしまった感じ。これが出てしまうので、フレーズ同士が滑らかに繋がっていないということになります。これを調整するのが、このプレイバックというものを言っていただきます。ここにですね、フレーズリリースというものがありまして、これはですね、シンセサイザーのリリースとほぼ同じ考えですね。鍵盤が離された時に、前のフレーズがどのくらい残るかというものです。これをゼロにすることで、はい、今こう切り替わった感じもろに出てしまいますので、これを長めに取ります。そうすると、次の部分に滑らかにつながっていくという形です。そしてですね、この右ですね、レガートトランジションというものなんですけども、これはですね、レガートという言葉から連想できますけども、何かこう音程を弾いてましたと。そして次にですね、この今弾いてた音程は離さずに何か音程を弾いた時ですね、これを下げるとですね、割とおとなしく入ってくるんですけども、これを上げておくと、今ですね、この入りのアタック感非常に強調されたのが分かっていただけたかと思います。このような感じで曲に合わせてですね、どのぐらいの入りの音量が自然なのか、このあたりを調整していただければと思います。つながりを調整した後は最後にこのサウンドを調整していくと。これですね、非常に調整しやすく簡易的にできています。まずマスター EQ なんですけども、これそのままの通り全体的な音質ですね。今オフの状態ですけども、これが1番、ちょっと音質変わりますよね。2番、ちょっと中音域が強調されたような感じがありますね。で、こういう風にどれがいいのかっていうのをざっくり決めることができると。今1番で進めてみましょうか。そしてステレオイメージ、これ結構重要ですね。今ノーマルになってますので、割と音像がですね、中央寄りなんですけども、これワイドにしますとそのまま左右に広がった感じ。このあたりですね、例えばバイオリンの方は狭めておいて、そしてですね、上のチェロを広げておく。こういうようなバランスの取り方もありかと思います。そして、このマイクポジションですね。これマイクの位置になりまして、クローズがですね、近いマイク。そしてステージがちょっと遠めのマイクとなります。こっちは近い方ですね。そしてステージにしますと、ちょっと遠いような感じを受けます。今はそうですね、ワイドに広げて少し遠めステージにしてみましょうか。で、最後にこれリバーブ、これはもうそのままなんですけども、こちらでオンオフできまして、そしてリバーブのタイプをここで決められます。このようにですね、スタジオだったりちょっと狭めですよね、こんな感じで調整していくことができると。こちらはリバーブの量の微調整ですので、この質感でもう少しリバーブ量を上げたいとか、もしくは少し下げるということができますね。これですね、仕事なんかではですね、リバーブ切ってほしいなんていうことも多々ありますので、このあたり、その用途に合わせてオンオフ切り替えていくといいかなと思います。そして最後にこちら、エクスプレッションというものですね。これどういうものかと言いますと、下げ目にしておきますと、これですね、音量が小さくて、少しおとなしめ、高音域も落ちますね。これ上げていきますと、こういった形ですね、元気が良くなっていって、強いニュアンスを出すことができます。もちろんですね、このフレーズ自体にもですね、ニュアンスはついているんですけども、曲の展開に合わせてですね、こう全体的に調整していくなんていう時に重宝しますね。
でですね、今このエクスプレッションはこのモジュレーションホイールでかけられるということになっていますので、こちらを書いてみましょうか。ダブルクリック中に入りまして、この中のですね CC1 はモジュレーションになっていますので、こちらを選択します。特にですね、今回やってみたいのが、一番最後どんどんフレーズが速くなっていきまして、盛り上がっていって終わると。まず最初ですね、こういう場合ガッとこう落としてしまう。そしてそっからですね、上に向かって盛り上がっていくような感じにすると、かなり雰囲気出せるんじゃないかなと思います。ちょっと聞いてみましょうか。こういった感じですね。今ですね、ちょっと落ちすぎと思ったらですね、これをもう少し緩やかにしたりとかっていう調整をですね行っていくと。このようにですね、エクスプレッションかなりポイントになってきますので、このあたりのコントロールも忘れずにお願いいたします。今ですね、こんな感じでモジュレーションつけてみました。これすべて終わったものをですね、全体で合わせてみますと、という形となります。はい、第2回にわたってですね、このエモティブストリングス解説させていただきました。ストリングスの扱いがですね、ちょっとわからないとか苦手という方もですね、こうフレーズを組み合わせていくだけで、こんなに簡単にですね楽曲構築が行えるといった意味で、非常に素晴らしいソフトかと思いますので、ぜひお試しいただけたらと思います。ということで、今回の解説はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。